はい、皆さんこんにちは。池田家墓所よくおいでございました。これからしばらくの間池田家墓所についてご案内したいと思います。ご存知のように池田家墓所は江戸時代旧正山のお城に住まった歴代の藩主の墓があるところです。で、池田家といっても馴染みはないですけど、32万石という大藩の大きな藩でした。で、池田家の先祖をちょっとご案内したいと思います。池田家はここに姫井城主照正と書いておりますけど、このお父さんを常興信照と言います。で、この信照は信照のお母さんが織田信長の乳母として、行きまして、したがって信長と常興は乳兄弟で育ったわけです。したがって、ずっと織田信長にその後も仕えた関係で、信長に仕えましたが、秀吉との戦い、小牧長久手の戦いで戦死しまして、この照正が残りました。だから照正のお父さんですね、お父さんは小牧で亡くなったということです。で、照正はその後今度は秀吉に仕えます。したがって秀吉に仕えて、最後関ヶ原からは徳川家康に仕えるということで、その池田家は3人の天下人に仕えて代々来ておるということです。で、ちょっと形式的に言いますと、照正が関ヶ原の皇で、家康が1603年幕府を開いた時に外様大名でありながら、今の播磨55万石姫路の地を与えられて、今に残る姫路城を作ったのはこの照正です。照正の奥さんを伊藤と言いまして、中川清兵衛清秀戦国武将から伊藤が参りまして、できたのは年高ですが、年高を産むと産後が悪くて亡くなります。で、後添えとして入ったのが時の将軍家康の娘徳です。これは小田原の北条氏直に嫁いでいたんですけど、例の小田原城が家康に攻め滅ぼされた後、徳川家に帰っていた徳姫が後添えとして照正のところに入ってきます。できたのが忠次忠雄になるんですが、これが鳥取家田の元になっていきます。それでですね、この忠次というのが岡山を継いだんですけど、早死にしてしまいましたので、次男の忠雄が淡路から岡山に国替えになりました。で、これが岡山殿様の時に我々に関係ある大きな事件が起きます。長男の道隆が生まれた時に岡山城で宴会があった、その時に例の荒木又山渡辺一馬の仇討ちにつながる事件の発端が起きます。したがって、忠雄は可愛い小姓を殺されてますからね、可愛い又雄の首を取ると言うんですけど、なかなか取れなかったですが、その事件の最中に忠雄は亡くなっていきます。大変無念だったようで、わしには坊主の度胸は入れないから河合又雄の首を墓前に備えていったと言われるぐらい、ね、で亡くなったわけですね。その後渡辺、一馬が姉婿の荒木又雄の助っ人を得て伊賀上野で仇討ちの本会を取るという、あの事件が起きたわけですね。で、この殿様が亡くなった時、三中はまだ3歳でしたですけど、混乱した岡山はダメということで、岡山から鳥取に国替えになります。ちょうど鳥取城にはこの年高が2代目継ぐんですが、このあと三政が子供がいるんですけど、この年高が亡くなった時に三政が8歳だったので、8歳の陽君に姫路の幼少の地はダメということで、岡山から鳥取に国替えになっていました。国替えね、したがって鳥取にいた三政と3歳の道長、岡山から国替えで入れ替わります。これを寛永9年の大国替えと言います。
したがって鳥取藩ではこの三つ中を初代として明治まで12代続きます。238年間12代の殿さんで明治を迎えるという形になります。これは鳥取家です。で、岡山池田は鳥取へ帰った三つ政、24歳で帰りましたけど、これが岡山池田ということで、今も岡山池田と鳥取家両方続いているということですね。で、鳥取池田は三つ中を藩祖としてこの12代の義則で明治を迎えます。で、外様大名ですけど、例の家康の血を引いてますね。家康の娘の子のひい孫にあたりますので、血を引いているということで、外様大名でありながら大変厚遇を受けております。だけ初代の三つ中から綱木義康と続くわけですが、鳥取藩の歴代の殿さんは時の将軍の前で元服して幼名を据えてもらった名前、三大将軍家光、四大将軍家康、五大将軍綱吉、八大将軍義経というぐらいに忌み名をもらえる家柄ということで、審判と同じ扱いを受けているということがわかると思います。そして松平の称号が許されたために、一般の名乗りは松平相模の神三綱、松平稲葉の神綱家という具合に松平を名乗っていたので、池田という名前が表に出てないのでなかなか世間には知られてないですけど、32万石といったら万石以上大名といいますが、238ある中で上から12番目という大藩、江戸の上屋敷も江戸城のすぐ近くですね。今で言いましたら、市町村会館や帝国劇場があるあの一角、広い一角ですね。あれが鳥取の池田家の上屋敷の跡ということになります。で、付帯して述べればですね、そこのいわゆる武家門が唯一一個残っている武家屋敷の門が上野の博物館ですね。あそこの正門の横に今でも移築して残っているという見事な門が残っております。で、ここはこの12代の義則は明治になって亡くなりましたから、ここにないですけど、この11代の義高までの歴代藩主の墓がありますから、これからご案内したいと思います。そしてこの墓地はこの歴代藩主と合わせて初代の長男は2代目を継ぎますけど、次男と五男に2つの分家を作ります。で、この分家は本家に血がないところに入れるための分家ですね。城を栄えて東側、ちょうど今の知事公社のところですね、ここにあったのは東社方、あるいは鹿野藩、それから三田藩なんかと呼んだりします。で、これが、西館、だから今 の、 あの緑地公園のあたりですね、県庁の西側、あそこにあったのは西館、若狭藩、鉄砲府藩と呼んだりしています。この2つの分家が各9代ずつ続きましたから、これ18、この藩主と分家の墓を中心にして、今はちょっと墓があちこち寄ったりしてまして、全部で78の墓がありますから、これからご案内したいというふうに思います。はい、ここの門を中門と言いまして、この墓地で唯一残っている当時のものです。はい、この池田家墓所は明治の改革の時に池田家はいわゆる光禅寺との仏殿を建ちます。そして神道に変わられます。したがってこの墓地は誰も面倒を見なくなりました。もともとは光禅寺の末寺として、この下の広場に清源寺というお寺があって、そこに坊さんや森氏が住めてこの墓地を管理しとったんですけど、神道に変わられたためにここは誰も手をつけなくなったということです。したがって明治まであった立村は実はたくさんあったんです。この正面
三つ中の正面にはそこの石段の上に門があります。それから門があって回廊があって奥半分は拝殿です。それがついてたがそれがなくなりました。そしてここにもやっぱり門があって拝殿があるから、この塀は全部塀に囲まれておったというところで、外からは墓所の中は見えなかったということになります。これが誰も守もいなくなって、明治から100年経ったらどんなことになるだろうと言って安倍教案が嘆いていたんですけど、完全に崩れてなくなってしまいました。今は領所もあるいはお寺も全部建物がなくなって、このようにして石だけが残っているという現状になっております。